あれ？あれ？はい、こんにちは。カズボウです。テラリア。続きをやっていこうと思います。前回クトゥルフの目玉6体借りまして、上まで作ったんですね、実は。で、こっち側に、ピンクのスライムのブロック。まあ、それはいいんですけど、何をやるんだって話なんですけど、この上、行ったらわかるんですけど、ずーっと続いてます。そしたらね、何やらね、わかります？なんか上にあるんですよ。なのでね、あとブロックでね、こうかな。よし、まあ、スライムのブロックがちょうどないのでね。あ、足場の方がいいかな。足場の方がいいわ。足場で、あ、来た。はい、もうお茶の子さいさい。それはいいんですけど、見事に避けるな。あっと、危ない。空の上に島があります。これなんだろう。わー、なんだれ、雨雲とか。すごいね。これなんだろう。天空のドア、世界のバナー、重力のバナー、世界のバナー。空の上にこんなのある。テーブル、天空の椅子。これはガラスとか壊せんのかな。お、ガラスの壁。ガラス持っていきましょう、これ。いいね。で、これ宝箱ですね。ギザギザした輝く赤い風船。ジャンプの高さが上がる。お、いいね、これ。これは空の加工機。何かいいものが作れそうだ。すべて拾う。これ装備しようか。溶岩は、とりあえずここに置いとこうか。すげえ。これもしかして、これ削ったら雨雲なんか作れたりするのかな。何？ああ、家に誰かがやってきたみたいですね。これ雲まで作れるんだね。すごいね、これね。はい。雨雲。ってことは置いたら雨が降るってことだよね。見つけた。もう一個島ありましたね。はい。ここは？なんだこれ、すごいな。宝があります。
スターフユーリーとても早い、天空の怒りが込められている。あ、拾う、全部見てる、全て拾う、よしよし。あー、もうこれ全部ブロック持っていこうか。砂漠を掘ってたらね、新しいワールド作ったんですよ。カズボーガーデンでね、ちょっと飽きてね。じゃあね、金鉱石見つけました。金ってなんだろう？これ金何か使えるのかな？金。高く売れるのかな？砂漠とかやっぱり落ちてるの違うんだな。あっちに砂漠はもうなかったからな。あったのか、砂漠は。新しいワールドちょっと掘ってみましょう。完全に新しいワールドなのでね。お、なんだこれ。サファイア。サファイア、持ち物が満タンだ。いや、レンズとかいらない。これで、ほいちょ。これ仮に、まあここまで来て、まあここに戻ってくるね。新しいワールドなんで何にもないんですよ。それで、金の宝箱を仮に置きますわね。ここか。これいいや。どこでもいいや。置いて、すべて預ける。うん、こういうことだよね。で、ライフポーションとか、こう、いるのだけ持っていって、あれ？あれ？あ、ちょっと待って、プラチナの、あれ？まあとりあえずピッケルを見つけたので、まあとりあえずピッケルを見つけたので掘っていきましょう。また地獄まで行ったらね、また面白いアイテム手に入るんじゃないか。あ、これはあっちにあったね。これなんだろうね。鉛じゃなくて、鉛落っこってた。そういえばこれ、あのこっ、あ、そう。よし、もう一回行こう。これひまわり、これか。これどうやって掘るんだろう。ああ、いや、自分家にちょっとひまわり置いとこう。あれ、ライト代わりなのか、ひまわりって。とりあえずいいや。ここを、まあ、掘っていって、まあ、どこまで行けるかっていうね。なので、下までカットオーといたします。お！カットいたしますどころじゃない、ゴロール。お！すげえ、15ゴールドももらった。いいな、このカズボーの手のひら。とりあえず人が見つけたらなんか物売ってるだろうから、タングステン鉱石とかなんか起こってんだよね、ここね。すごい竜騎士みたいな。ジャンプ、ジャンプ、ジャンプで2倍ですよ、攻撃力。まあそれはいいや。2倍ダメージ。竜騎士みたいな、これ竜騎士、竜騎士。ああ、竜騎士じゃない、暗い竜騎士。あ、やばい、ジャンプ、竜騎士やりたいけど、なんだ、残念だ、くそ。これはいいや。あそこの死んだ場所になんか絶対あるよね。爆発したとこに。と。はい。これなんだ、金とか落っこってるから、それすごいよね。もう何、あ、あれか。このやたら強い武器でね。と、ほら。倒した。あ、あそこにハートできた。ハートって。ライト付きヘルメット装備してるんでね。体が光るってね。硬いな、ここな。柔らかいとこ行こうか。
たいな。岩だらけ。この泥とか粘土とか、これなんだ、鉛。鉛はあっちの世界ないよね。ないやつは持っていこう。これ世界作るたびにね、ちょっと変わったりするからね。全く同じってわけじゃないんですよね。それもまた面白みあるところなんですけどね。これなんだ。いいね。あとお金は拾っといて。これね、すごくいいのがね、槍でね、こうつくとね、レアな鉱石がちょっと見えたりするから。ないね、何も。お、壺がある。こっち側がじゃあ近いか。っていう感じでね。すごくいいですよね、この槍。神々しいなんとかの槍。これ地下の宝箱に入ってたんですよね。そこまで行こうかなと思って、どうやって手に入れたのかなっていうのが、パート5にしてここですからね。多分進み早いですよ、これ自分。はい。で、またこう、あった。これ。これが、タングステン、何？あ、砂か。これが欲しい。タングステン鉱石。これなんだろう？ないんですかね？これいっぱい取っておいた方がいいよね。あっちの世界にない、あったかな？あったな。ただあんま持ってない。砂漠をあまり掘ってないって言えばいいのかな？こういうにもあるし、あ、ここにもタングステンある。おー、いいよ、すげえ。いいね、ここね。やっぱ違うんだね。いくらか。タングステン鉱石ってところでなんだろう。なんかなのかな。花嫁の息継ぎ。それはいいね。花嫁衣装すごいですね、これね。ほう。これで、おう、タングステン目いっけ。いいね。もうタングステン、タングステン。で、こうやって掘っていって、ここ掘って、ジャンプするとここで息継ぎできるっていうね。これいっぱい持っていこう。何作れるんだろう、これで。あと、トリスタン鉱石だっけ？なんか、あれがなんかね、トゥルフの目玉を倒したら落とした時もあったので、まあ、それで集めていこう。それでまた槍でついて、お、あっちに空洞がある。右に空洞がある。ここにもなんかあるね。これなんだろう。これ何かちょっと正体、この鉱石の正体を見てから右行きましょう。息継ぎして、金とかだったらまた嬉しいもんね、さっきみたいにね。ん？これなんだろう。あ、金だ、金、すげえ。金、これは取っとこう。もういいね。いいダンジョンだね、これね。さすが、カズボウ手のひらって書きましたかね。カズボウの手のひらっていうマップですよ、これ。これと、あと右掘っていけばいいのかな。柔らかいとこから行こうか。息継ぎ場作って、こうやって段差作っていけば、これで。死ぬことはないので、はい、いいですね。だんだん慣れてきてるんですよね、自分もね、実はね。まあ、昔プレステーション3でやりましたからね。やったけど全然覚えてないんですよね。お、これ砂漠。あそこに、ちょっと待った。これは大きいんじゃないの。これサファイアデモナイト鉱石。こんなちょこっとしかない。これもちょっと取っときましょう。いっぱい持ってるからな。デモナイトいらないかな。クトゥルフの目玉倒してね。本当にこれでも買ったこと持ってますから、ね。とりあえず槍でついてみましょう。空洞関係ないか。お、なんかちょっと違うとこ出たんじゃないこれ。あ、上にタングステンある。これちょっと取りたい。うわ、忘れた。服忘れてる。はい。ジャンプして取りましょう。タングステン。ケーブバット。これはいい。ん？あ、石に垂れた。待て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 。
なんだこれ。これ何？あ、タングステン、タングステン、タングステン、ちょっと、槍でちょっと倒すか、あいつは。邪魔だな、メデューサ。あれ、ドア開かないし。もういいよ。いけいけいけ、頑張れ。何やか？アイテム満タン？じゃないよね。なんでこれドア開かないの？開かないの？壊してる。大理石。お、クトゥルフの目玉入ってる。これはいいね。金も入ってるね。いいね。ゴールドコイン。お、向こう水の靴だって。これもまた、あげよう。スタックするじゃないし。すべてを拾う。はい、大理石。これなんだ。え、拾って。なんかいろいろ起こってるけど。メールバット。斧の石像。このメデューサ、メデューサ、メデューサ、これダメだ、これ。これじゃやばい。いけいけいけ。頑張れ、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 いけ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 。よっしゃ。倒した、倒した。これなんだろう。大理石ブロック、大理石？あ、ブロックか。なんだこれ、なんかの巣かなとか思った。なんだよ。紛らわしい形で形成されてるし。あとこっちで、タングステンまでちょっと行きましょうか。新しいマップはタングステンと金があるのかな。金は普通にあるのかな、これ他のマップでも。ただ自分が見つけてないだけかもしれない。砂漠の下はね、あんまり探索してないんですよね、実はね。おー、ライフクリスタル。ライフクリスタルあるけど、自分はもう満タンなので、これは、まあ、あげるように、プレゼント用に取っときましょう。なんだこれ？なんか骸骨がある。おう。おい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 。やばいやばいやばい。あれ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 、あったあったあった。え、これさっき来たとこじゃないよ。さっき来たとこか、これ。さっき来たとこじゃねえか。こうだろ、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 こうだろ。頑張れ、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 よし。でしょ？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 で、これもいらない。あれ？やりでしょ？バカバカバカ、ツルハシなんでこんなとこにあるの？ちょっと洞窟の形変わってんですけどね。失敗したと思って。あーと思って。まあそういうこともあるかなっていうね。こういうことで。慣れないな、やっぱり。なんだ？何んだ？なんかいたな。巨大なキノコ。ブラックスライム。で、これを。え、これ持っていけないの？あ、これもしかして。これか。光るキノコ、え、何？あの、でかいキノコくれないの？で、もともと何しに来たかってね、邪悪なキノコをね、取りに来たっていうね。めちゃくちゃキノコあるし。キノコ狩りに来てるみたいな。いや、キノコはいっぱいあったら、もらっとこうか。せっかくだからね。テトリス的、テトリスじゃないや。あの、知恵の輪的なね。ここにダラーって流すようにこう作って、え、危ないからね。パカパカパカ、こう逆流するじゃん、するじゃん。何やってんだこれ。パカパカ、間に合うわけないじゃんこれ。うわーうわーうわー、やってしまった、やってしまった、これね。やってしまったら、こうだ。いけ。間に合い、間に合い、間に合い。間に合い、間に合い、間に合い。いけ、いけ。うわ、すごい。溶岩、なんだっけ、溶岩飛行、飛行じゃねえや。溶岩航路。溶岩の中をウェディング姿が、歩きます。よしよし。地獄、地獄、地獄、見えた、地獄が見えた、地獄が見えた。
地獄が見えたぞ。地獄にも蜘蛛の巣ってあるんだね。とうとう、まずい。よし、ここまで来たらあとは探すぞ。まず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 、なれてなれて、バカ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 、とりあえずこういう、よいしょ、あー一呼吸、よし行くぞ。バカバカバカ、いけね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 、ちゃ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 、なんか来たし、やり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 、おい、ちょっと勘弁しようよ。うん、OK、OK、横をぶっ壊して入るしかないか。あれ、よし、無理やり行きました。で、宝箱、目標はね、地下の宝箱なんでね、なかったね、なかった、なかった、なかったんだったら、ちょっと手がしびれたね。なかったんだったら、アイテムは、まあ、まだ余裕があるから、ここはなんか、不吉な存在。ここ自体不吉だっていうのね。宝、あった、宝あった、宝あった、宝あったけど、やばい。よいしょ。と、これ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 。これが、宝箱、あれ、バカだ、浮いてきてるし。ということでここまで来ます。来た、よし、そう、開けた、はい、なんかファイヤーフラワー50魔法ダメージだって、何これ、気持ち悪い。すべてを拾う、拾って、開けた証でこれ持っていって、もう一個じゃ拾おうか、やめるんじゃないかって話だよね。お前やめるんじゃなかったのかって言われそうだけど、ちょっとそんなこと言ってられませんよ。ここまで来てやめられるか。うわ、あそこにあんのか。あれはまずいまずいまずい。これはね、ちょっと特別なやり方しないとダメだな。あー、あそこにブルーデーモンがいるな。どうしようかな。お、危ない危ない。落っこったらもとまでめんどくさいことになる。99個。で、この掟炙りのドアの破壊して、ヘルストーンのレンガぶっ壊せるじゃんこれ。なんだ、うん、よし、なんだ、壊せるんだったら壊していこう。なんだ、壊せるじゃんか、ヘルストーン。これいい、これちょっといいんちゃう、これ。こうやってレンガで足場作るってことだよね。ヘルバット邪魔だから、パカパカパカ、こんなところで死んでられないんだ。動くのかまど、行っちゃうか、行っちゃおう、行っちゃい、行っちゃい、行っちゃい、よし、パカ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 、あ、何やってる、危ない、あそこの宝を取るぞ。取るから、とりあえずね、ここ塞いどこう。怖い怖い怖い、これ、これで来れねえだろ。よしよし、来れないでしょ、来れなくて。ここら辺のレンガぶっ壊せるから、ぶっ壊、あ、ここ壊せるんだ、これヘルストーンって、燃えてんだもんね、これレンガが。意味わからん。で、これでいい、燃えてるし、燃えてる燃えてる燃えてる、あかん、あかんぞ、これはあかんぞ。壊してすぐにやりだね。やりだっつってんのに、やっ、下に行かなくちゃないので、頭良くないこれ。あ、バカ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 、
ここで壊して、壊すでしょ、ここら辺でこうやって、よし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 、ここに玉取って、ここに置いて、ここに置いて、これを壊して、いいの OK、 の OK だ。よし、なんだこれ、優れたサンフュー、何それ大変なの。あ、バカ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 、せっここまで来た、あ、しゃべらねえぞ、これ死んだら、ね、そう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 、あ、よかった、危ね、さあさあ取ろう、すべて拾う、おっか、危ね危ね、ここ来て、ここ来て死んだら泣くよ本当に。これでこれでお金を取って逃げよう、はい、 OK、 これでアイテムを整理して戻りたいと思います。ご視聴ありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。